はい、えー、今回も「刑事物語」パート4をー拝見しましたのでちょっと感想レビューをねお届けしたいと思います今回の「刑事物語」は坂本龍馬の祖国四国で行われるんですよねですんで武田鉄矢さんにも非常に思い出の深い作品になったんではなかろうかと思いますであのこのストーリーはね大まかに言って片山一さんが赴任先のこの高知でですねある身重の女性と出会ってその女性と恋を育んで なんとかこの女性のお父さんになろうかなというふうな決意をお互いに固めていこうとするところで起きる、まあ、騒動を中心にですね、えー、この地元ヤクザとの関わりっていうのがここにかぶさってくるわけなんですよねはいそれでね今回もね黒潮の歌ということで、まあ、歌シリーズ刑事物語3つに今回の見どころをまとめてみました1つ目なんですけども「流れ物の恋の物語」ということで前回もお話ししましたけどもこの刑事物語ってねもう一つの「男はつらいよ」なんですよ 男はつらいの寅さんもいろんな土地土地でマドンナに出会ってそこで怒る恋心とかねそれからあ自由と放浪のこの悲しさと言いますか皮肉というものをね面白おかしく喜劇悲劇と織り交ぜてお届けしたと思いますけどもやっぱりね武田鉄矢さんねやっぱででも恋をすするわけなんですよねそして最初はね馬が合うか合わないか分かんないような女性だったんですけどもなんとなく触れ合ううちに面倒を見るようになったりとか。 片山はじめさんの人格がものすごく出てる。それが武田哲太さんに重なって、当時ヒットしていた金八先生像がそのままこっちにね、金八先生が刑事として就職していたらどうなっただろうみたいなことを思わせるわけなんですよ。えそのね、流れ物の恋の物語というものが、随分と固定化されてきたのがこの歌シリーズのパート4、黒潮の歌だったのかなと思います。で、次、テーマソングがドラマになる。つまりはこれね、 あの、この第一作で、ええ加減なやつじゃけんっていうテーマソング、これをラストシーンで聴かせたときには、ものすごくガーンとショックを受けた視聴者さんも多くてファンになったと思うんですよ。で、パート2でもね、このリンゴの歌ですかあれも聴きましたよね。あれもものすごいいい作品で心に残ったと思いますけども、いまいちでも物語がどっちに行くのかよく分かんなかった。で、パート3で沢口安子さんっていう若い女の子が出てきて、その女の子と恋をするのかなと思ったら、そうでもないようなそうでもあるような形だったんですけども、パート4で完全に決まりました。これは、 テーマソング、ええー、加減なやつじゃけんがそのまんまドラマになったということなんですよね。と同時にですよ、ヤクザ社会の終わりってうのもちょっと書かれていました。これについてはちょっと後でお話しますけど、まずはね、テーマソングがドラマになるということで、このテーマソングを歌っている吉田拓郎さんがドラマの中にちょっと出てきたのがね、なかなか面白かったなっていうことでございます。どこに出てくるか探してみてください。そしてテーマソングがドラマになったっていうことなんですけども、ええー、加減なやつっていうふうな言葉を、やっぱりね、武田潰さん自身がこのドラマの中で、 セリフとしてて語ってるんですよでここにテーマソングがドラマになったこの固定化があ認識できたのかなっていうところもありますしそれからやっぱりね今回出会った女性ともやっぱり別れるこの流れっていうのはパート1パート3パート2でも同じように起きてるんですよだから多分次回作もこうなんだろうなってことをも完全に、ね、予定調和として思わせるところが次回作にも期待をさせるところかなと思いますそして世相の反映ですえついにねヤクザ社会の終わりが来ます え今回のヤクザ社会の物語で簡単に言うと、まあ、組長がいてね次に新しいその組の相続をしようと思った時にあの、まあ、ずっとね薬物には手を出してこなかったっていうのがこの社会の伝統文化だったと思いますけども次に組を継がせようとするやつはなんとシャブで薬物でね勢力を伸ばしてきたっていうところがあってどうもそれが気に入らないっていうことでこの組長さんはその次の世代にね交代する前に自首してしまうんですよね。 まあそこに片山はじめさんがどのように関わっていくかってところは見ていただきたいんですけども結局でも次の世代を薬物で乗り切っていこうとしたあの次のね後継ぎなんですけども後継ぎは時代的には正解だったってことがこの後平成の時代を通して分かるわけなんですよ。というのが。 おヤクザさんっていうのもいろんな品切れをね奪われてきてもう切り詰めて切り詰めてやってこれなくなっちゃったそして今反社会勢力ということで組織そのものも認められなくなっちゃったっていうとどめを刺されたわけなんですけども当時ねなんとかして先代、えー、から受け継いだこの家業を続けていこうと思ってやむにやまれず手を出してしまった薬物っていうものねここに、うんまあ、時代を進むごくに、ね、反映されてきたともうそれしかねしのぎがなくなっちゃったってことなんですよ。 で最近ではタピオカですらヤクザがやってんじゃないか高級パンですらヤクザがやってんじゃないかみたいなことを思われてまともな商売になってきてるわけなんですよね。見かじめも取れないし反社会と言われてね、えー、付き合ってる人も不利益をこむるなんか利益提供ということでねなんかこう利益供与ですかということでねなかなか難しくなってきたのかなと。 でその分裏社会が衰退していく一方で、まあ、自民党政権がものすごく、ね、乱暴なことをやってまさに権力による応募をやってきたなっていうところがねその曲がり花でこのドラマが三十数年前に語られているところはなかなかの先見の明だなと思ってるんですよねそして3つ目「ゴルフはやっぱり駄目だったと」と <laughs> あの「織部欣一郎さん」っていうゴルフドラマも当時ね武田鉄矢さんが主演としてやられてたと思うんですけどもそれを取り入れたのかどうか分かりませんけども今回ハンガーヌンチャクに変わって「灯籠券」はあんまり出てこずにね いいや実際登録の使い手なんですよ武田先生さんがドラマの中ではではも、灯籠券が出てきたのは、正味ね、パート2ぐらいまでで、パート3ではね、ほとんど出てこずに、パート4でも、もう出てこなくて、ゴルフ帽をちょっと振り回すぐらいで、そのドタバタシーン、乱闘シーンっていうのは、ものすごく必要最小限に抑えられてるんですよね。あそこでちょっとね、面白いんですけど、大仁田淳さんが出てますね、これね。まだ20代ぐらいの。プロレスラーとしては、無名の頃のだと思いますけど、体はガッチリできてましたね。多分あの子、顔つきは、うん、大仁田淳さんだと思うんですけどね。 はい、というところでね3点にまとめてみました見どころはこんな感じなんですけども実際に見てみないとわからないですこれが大仁田淳さんかなこれねうんまあでも泣きどころはまあまああるかなってことですただし田中邦衛さんが出てる第1作目とかね第2作目のあのヒロインの方の名演 こちらの方が私はすごく胸に残ってるかなとはっきり言ってパート3パート4そして次回作最終回になるパート5ってのはそんなに印象に残ってるっていうものではないのかなと思っちゃうんですけどいかがですかね。それでは今回黒竹の歌を紹介しました。